やっほー。はい、ということで今日はもうサムネタイトル通り明日遠征に行くんやけど、そのパッキングするから、パッキンのちょっとあの様子をみんなに見せていこうかなと思います。ということで時間がないのでもうさっさとねここに詰めていってやろうと思います。はい、よし行こう。はい、まずはベッドの上なんやけど、これささっとね釣り道具とかいろいろ持っていくものをまあ並べました。こんな感じ。力説明していったら、サオやろこれ、パックロッドと普通のロッドと、でこれはまあ YouTuber として欠かせないこれ三脚ね、三脚、それからまあライフジャケットとかここら辺がもう釣り具やね。もう見たら分かると思うけど、そのまま釣り具で、でからまあ虫除けスプレーとか、うん、この餌とか、でやっぱ YouTuber としてはねあの欠かせないこのカメラ機材系、 GoPro とかそこら辺、まあこんだけじゃないんやけど、あとはまあいろいろ小物とか、まあ女性なんで化粧品とかいろいろあるけど、まあ大体こんな感じ、まあ、パッと綺麗に並べて、まず広げるな。このねサムソナイトのもうこれめっちゃ使ってる、もうずっとこれ食べる時はもうこればっかり。やっぱりなんだかんだ言ってバックパックもあるんやけど、やっぱりこれの方がいっぱい入るし、こっちの方がバックパックより私は使う頻度高いかな。じゃあまずは重たい釣り具からこう下に並べていこうかな。バッカー持っていこうと思ってて、今回バッカーを持っていこうと思ってて、これに釣り具バーンって入れようかな。うん、これこんな感じ、ルアーね、ルアー、バスと海と両方今回するから、こんな感じで両方使えるような、あそんないっぱい持っていかへん、うん、ここまあ海用のこれワームとかもあって、アリとかね、ワームみたいな、ワームってね意外と重たくて、こういう普通のルアー系よりも重さ食うねん、だからあんまり入れてないけど、まあ、今回この中にはいろいろ入れてる、ジグとかラインとかリーダーとかまあこれサビキしようと思ってサビキとか、まあ、バス用のワームとかまあいろいろこんな感じで、まあ、適当にパッパッパッと入れているかな。これをよし、こうもっと入れ方こういうの考えるのめっちゃ苦手よ。 OK、 入った、どこか、これコーナーで買った1800円ぐらいでめっちゃ明るいよこれ、LED。 虫寄ってけえへん、あのライトが欲しくて夜釣りとかするときに配信とかしたいから、配信とか撮影とかしたいから、そういうときにこれちょっといいかなと思って持っていく。あとは絶対これいるでしょう、虫除けスプレーね。あとはまあラインの替えとかね、入れていきます。でよし、しまった。 OK、 これはこんな感じで OK、 よし入った入った。それから次はリール系、リール系はこれ、これに入れていこうかな。こんな感じもパッパッパッと。これ私からの注意点なんやけど、こういうあの何この何キャリーケースとかに入れるときは絶対ハードケースに本当は入れた方がよくて、まあ今回これに入れるからいけると思うんやけど、前はこれにバカやからあの直に入れてたね。そしたらあの輸送するときにさ、多分パンパンパンって掘ったりするから、このこれがめっちゃ歪んでたり、竿のガイドがこんなんなってたりしてこた。オッケー、これでオッケー、リールセット、オッケー。もっとね、本当はこんな入れ物入れた方がいいと思います。あとはライフジャケットも入れる。パックロット、今度パックロット、今回はこれはスピニングが3本、これスピニングが何本や、これスピニングが、パックロットはスピニング2本と、ベイトが1本、うん、愛用してたやつがさ結構折れちゃって、ちょっと今回はこれでいきます。あとはこのオッケー網ちゃうは何、アジマックス、これアジマックス、これも入れる。で次は撮影編私ってさあのさ YouTuber だけでもなく生配信者だけでもなく釣り師だけでもないから、3つを私掛け持ちしてるからさ、道具が普通の人の3倍あるんよ、だからめっちゃ重たい。しかも女子やから、ね、化粧品とかそういう系が普通の人より多くなって、荷物がめっちゃかさばるねん。だからなるべく抑えたい、なるべく抑えたいけど、
しいよね。カメラね、カメラ。カメラで。カメラで。でも、これら辺は全部、こっちの、手持ちバッグの方に入れるようにしてる。なんでかって言ったら、リチウムバッテリー？リチウムバッテリーがなんか、あれやね、機内持ち込みじゃないとあかんくて、預けて荷物の中、この大きい荷物の中に、こういうカメラのバッテリーとか入れたら、通してくれへんくて、結構めんどくさいから、もうほとんどカメラ系とかは全部もう自分のこの、別持ちの、手持ちのリュックサックに入れることが多いな。あと、これはめっちゃおすすめないけど、充電器、まあめっちゃモバイルバッテリーめっちゃ重たいんやけど、結構長持ちするし、ほら見て、これ、ここの普通のコンセント、電源がここで、まああんまり持たへんけど、これやったら取れるのと、あと2つ USB の接続のとこがついてるから、めっちゃ使えるで。これはおすすめ。これももちろんリチウムバッテリーやから、絶対手持ちじゃないとあかんから、めっちゃ重い。でもその代わり、めっちゃ重い。でもこれは、旅するときは、なかなか充電できへん場所とか多かったりするやん、移動先とか。パソコンされたいな、携帯されたけど充電ないなっていう時に、これはもうめっちゃ活用するから、おすすめ。こういうのも気につけなあかんけど、この中、これ釣り具やからこっち入れたかったけど、これも電池入ってるから、こっち。あとはこのカメラもね、カメラ。カメラ大好き。カメラも。あとは、これ、携帯。携帯も2つ持ちやねん、私。ドコモと au。最近、ずっと au 使ってたんやけど、最近ドコモな使い出して。っていうのも、いろいろさ、電波悪い場所とか行ったりしたら、au だけやったら、au は入らへんけど、ドコモが入るとか、ドコモの電波が入るけど、au が入るとかいうところがあって、別に電波いらんやんって思うかもしれんけど、私生配信絶対必要やから、生配信どこでもしたいから、そういう時に電波なかったら配信ができないっていう致命的なね、問題があるから、携帯は2つ持ってる。うん、iPhone。それからこの三脚ね、この三脚も結構大変で、ほら、こっちは、何、配信用、こっちは、カメラを。つけるよみたいな感じで、ずっと持ち歩いてる。あとは偏光グラスないから。で、この今回このイカを熟成させるから、多分荷物えぐいことになるかもしれへんけど、もう覚悟してる。これを熟成させる、入れて OK。 あとこれも忘れられへんのがパソコンね。パソコンもう編集せなあかんからさ、旅先でも頑張って、最近頑張って YouTube 上げてるやん。編集せなあかんから、これで持って行って、空き時間とか飛行機の中とか、そういう時に編集をします。で、パソコンだけじゃなくてね、ハードディスクもいるし、SD カード読み込むやつもいるし、あと最近お気に入りの G-SHOCK。私の車の色とお揃いね。あと何だっけ、あと服とか服、よし頑張ろう、よいしょ。まあいつもこういうのを出発3時間前とかにやって、なんかもううわーってなってガチャガチャして、結局忘れ物いっぱいするっていう、そういうタイプです。まずアイロンね、アイロンちゃん、これも絶対いるから、もう私くせ毛やから。あとは髪の毛巻き巻きもせなあかんから、これもうこれが重たいねんな。もうこれは下着類やろ、下着類からの服はこんな感じ。うん。これぐらいかな。帽子と、服。うん。T シャツとズボン。よいしょ。頑張れ、頑張れ。化粧品や、化粧品。化粧品も入れる。よいしょ。あとは乾燥肌やから、ルーカスポーポを、こうやって、唇の上になる。あと歯ブラシも持っていくやろ。それからつけばも持っていく。これなかったテンションが倒っちゃうから、これも持っていくと。たもちゃん、最後にこれがもう軽いの欲しいんやけどな。こっち持って、こっちバランス取ろう。こっちに入れようか。入らへんわ。どうしよう、入らへん。こんな感じ？ちょっと、まあまあなんか、はみ出てるけど。まあこんな感じで、ちょっとパッキンできました。よし、じゃあ最後、蓋閉めていきます。よいしょ。えい。こんな感じで。オッケー。うまいこと入れれた。うわ、思った。
多分これで、あーでも多分20キロぐらいやな、20キロぐらいちょうど、飛行機が23キロまでぐらいやからいい感じに収まってるかな。そうだから、まあこうやって竿を持ってこんな感じかな、こんな感じ。私のパッキンはいつもまあ大体こんな感じ、うん、まあ、結構大雑把やけどなんとかこれで慣れます、はい、以上釣りガールのパッキングでした。じゃあね、おつまるー、バイバーイ。